はい、どうもゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私以前手軽に使えて手入れも簡単、長期保管もしやすいっていうカセットボンベを使った発電機っていうのをいろいろ実験してみたんですけども、実はカセットボンベもガソリンも両方使えて簡単に切り替えれる機種があるよっていう情報をいただきましたので、今回もいろいろ使ってみたいと思います。でもちろんただ使ってみるだけじゃ面白くないので、カセットボンベで実際どのくらい発電できるのか、そして一体どんなものが動かせるのか、騒音レベルはどのくらいなのか、いろいろ測定してみたいと思います。で、今回実験してみる製品や実験に使った機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。で、こいつ他のサイズ違いの発電機とドッキングして出力アップできるようですので、そこら辺も後で試してみたいと思います。で、今回使ってみるのがこれ、イーノー社製インバーター発電機 GS2200IT の B っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、はい、エンジン種類が空冷4ストローク OHV、 排気量は 114cc、 使用燃料は液化ブタン、それと無塩レギュラーガソリンも使います。で、ガソリンの燃料タンクは 3.4リットル、定格出力は 1.8kVA。 これガソリンの時で、ガスの時は 1.7kVA。 で、最大出力は上の定格出力に 0.2kVA をプラスした分だけで、乾燥重量は約 20kg っていう風になってます。まず目につくのは、使用できる燃料がガスとガソリン両方いけるっていうとこですよね。日頃からめちゃくちゃ使う人は燃費のいいガソリンをメインで使って、ガソリンがなくなった時のバックアップとしてカセットボンベを準備しとく。で、防災用とかでたまにしか使わないっていう方はカセットボンベをメインとして使う想定なんですけども、備蓄していたボンベがなくなって緊急時にガソリンを使う、そういう使い方が想定されるかもしれないですね。何はともあれ中身見てみますかね。はい、中身出すとこんな感じですね。まず入っていたのは普通のプラスドライバー、それからワニ口クリップとシガーソケットがついたコードで、こいつどうやら車のバッテリーを充電できるみたいです。そしてスパークプラグを回すための工具、それからなんかよくわからないボトル、あ、これこうやって組み立てて、あ、オイルを入れるための専用容器ですね。車屋さんがよく使ってるやつのちっちゃいバージョンです。そしてこれはローと上後ですね。で、これオイルを注入するときとかに使うみたいですね。で、この銀色の物体はカセットボンベを接続するための器具で、最後に入っていたのがこれ、取扱説明書ですね。で、もちろん全て日本語で書かれているので、これ迷うことなく使うことができます。はい、では早速本体見ていくんですけども、まず正面ですね、左側に3つのインジケーターランプがあって、その右にエコスイッチ、これオンにすると負荷に応じて出力を自動調整してくれます。で、その右側が本体をオンオフするためのエンジンスイッチ、そして左側に行きますと、はい、カセットボンベを接続するためのアダプター、そしてその下にシガースケット 12V 出力、そしてその横に AC プロテクター、これヒューズみたいなもんですね。そして右側のカバーを開けると、はい、 AC100V のコンセントが2口で、その横に並列運転用の端子で、その左に DC のプロテクターと、その下に USB ポートが2口ついてます。で、次は側面なんですけども、はい、上の方に、はい、これチョークレバーですね。で、単車とか乗ってる人はご存知かもですけども、エンジンがかかりにくい時とか寒い時とかにこのスイッチを動かしてエンジンをかけるとかかりやすくなるっていうスイッチです。
で右下にエンジンをかけるためのリコイルスターターグリップがついてます。そしてその横の蛇口みたいなやつはガソリンを流すかどうかのコックですね。でその上はガソリンを入れて一発目に内部に送るためのポンプみたいなボタンですね。で左の方にパカッと開くとこあるんですけども、ここからオイルを充填します。そして背面なんですけども、はい、真ん中に排気口があるだけですね。で逆サイドの側面はと言いますと、はい、こっち側はロゴがあるだけで他には何もないですね。で上側なんですけども、はい、ガソリンを給油するための給油口、それからシールが貼ってあるんですけども、はい、これガソリンの場合とガスの場合でそれぞれ使用方法をイラストで分かりやすく書かれてますね。うん、これを見れば取説なくても最低限使うことできそうですね。はい、せっかくなんでですね、バラせるところちょっとバラして中見てみたいと思います。まずはこの上の蓋を取ってみますかね。よいしょっと。はいはい、中覗いてみるとこんな感じになっていて、このコネクタを引っこ抜くと中にスパークプラグが出てきますので、ここから交換できるようになってますね。では側面のパネルも外してみましょう。はい、カバー外すとこんな感じですね。はいはい、いろんなパイプとかケーキがついてる感じですけども、はい、この右の方ですね、ここもう少し外せるようになってるんで外してみますと、はい、中からスポンジが出てきて、これエンジンがゴミを吸わないようにするためのエアクリーナーですね。でこれ汚れたら洗って再利用することができるようになってます。でこの一番下のキャップがオイルを入れるところですね。はい、ちゃんとオイルの量が分かるようになってます。で組み立て外した時の逆でネジ3本つけるだけで簡単に組み立てることができますね。はい、組み上がりました。ちなみに逆サイド側もカバー外してみたんですけども、こちらは普通にメンテナンスできるようなものは入っておりませんので、通常は開けることないかと思われます。はい、じゃあ早速使っていこうと思うんですけども、まずはオイルから入れていきます。でオイルを入れるにはこの小さなパネルを外します。オイルこぼれると汚れるので、はい、下にですねこういうバットを引いておきます。ではキャップを外して、この穴にオイルを入れるんですけども、で入れるオイルはと言いますと、はい、ホンダのウルトラ E1 スクーターっていうやつですね。で使うオイルは SEQ 以上の 10W30 ぐらいであれば何でもいいんですけど、単車用のものはツーストとフォースト用っていうのがあるので、フォースト用を選ぶことだけ注意が必要です。で今回は付属のオイルジョッキじゃなくて、私が普段愛用しているちょっと大きめのオイルジョッキで入れてみたいと思います。で使う量は 520cc と書いてあるので、まあ、1缶買っておけば全然大丈夫ですね。では先っちょこの穴に差し込んで斜めにするとオイルがどんどん入っていきます。はい、気持ち多めに入れときましたけど、これでちゃんと入りましたかね。でキャップの棒についたオイルで量を計測するんですけども、はい、ちょうどローとハイの真ん中くらいって感じですね。あとはキャップと蓋を元に戻すだけです。はい、これでオイルの充填が完了して、もうエンジンかける状態になりましたね。はい、じゃあ次は燃料のボンベを取り付けていきたいと思います。
ではこのガスボンベ用のホースを本体に接続します。じゃあ次はこのアタッチメントにボンベを取り付けます。で今回このアイボンベってやつ使ってるんですけども、後から取説をよく読んでみると岩田にカセットガスを使ってくれって書いてありましたね。というわけで私今回間違った使い方してますので、皆さん使うときは岩田のカセットボンベを使ってください。で普通のカセットコンロと同じでこんな風に押してくるっと回して取り付ける感じですね。そして置くときの方向なんですけども、はい、ここにラベルがついていて発電機マークがついてる方を必ず下にして置いてください。ではこのチョークレバーをチョークの方に切り替えまして、で今回ガスを使うのでこのガソリン用のコックはオフの方にしておきます。では早速エンジンかけてみたいと思います。まずエンジンスイッチをオンにして、あとはこのリコイルスターターレバーを引っ張るだけなんですけど、でこれ実はコツがあって、何回か引っ張ってるとキュッて急に重くなる瞬間があるんですね。はい、来ましたね。でこの重くなった状態で一旦戻してから思いっきり引っ張ると意外に簡単にかかるっていう風に聞いたんですけども、よいしょ、お、かからないな。ちょっと何回かやってみます。あれ全然かからない。はいはい、どうやらオイルを入れすぎてもかからなくなるっていうことらしいので、ちょっとこのごっついスポイトで吸い取ってオイルの量を減らしてみたいと思います。はいはい、これでさっきよりも結構量減りましたかね。では改めてエンジンかけてみたいと思います。あれかからないな。あ、もしかして、はいはい、一発でかかりましたね。で何をしたかと言いますと、チョークレバーをチョークの位置から運転の位置に変えたっていうだけですね。でこれめちゃくちゃ寒いとかじゃなければ、普通に運転のところにレバーを切り替えた方がかかりやすいみたいですので、いろいろ試す前にまずはここ確認した方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ次はこの AC100V のところから本当は何 V の電圧が出てるのか見てみたいと思います。で使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。じゃあこれを挿して測ってみますと、約 105V ってなってますね。うん、日本の普通のコンセントに近い電圧なので、まあ普通の 100V 対応の家電だと壊れることなく使えるかと思われます。はい、次はですね、100V から出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。で、電気の波形は大きく分けると、制限波、疑似制限波、不景波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波。で、疑似制限波と不景波は、なんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や不景波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに不景波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。では接続しますと、はい、波形が出てきましたね。でどうなってるのかと言いますと、うん、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり拡大したんですけども、変なデコボコとかなくて綺麗な波形ですね。で下の方に出ている50っていうのが周波数なので、まあ、ぴったり 50Hz 出てますよっていう感じですね。
うん、これだけ綺麗な波形が出ていれば大概のものは使えるはずです。はい、次は周波数の切り替え方法ですね。で、やり方なんですけども、エンジンを止めた状態で切り替えスイッチを切り替えるだけです。では本当に切り替わったのか確認するためにエンジンをもう一回かけてオシロスコープを見てみると、はい、ちゃんと 60Hz に切り替わってますね。次はいろいろ接続して何がどれだけ動くのか試してみたいと思います。で、消費電力を確認するために電力量計間につないでおきます。まずつなぐのがこれ、家庭用のカーボンヒーター。ではこいつをマックスパワーで稼働させると、あ、ちょっとエンジンの音変わりましたね。この時の消費電力はと言いますと、はい、約 850W。 うん、まだまだいけそうな感じですね。次につないでみるのはこの超小型セラミックファンヒーター。じゃあこいつを中で運転してみます。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 1200W。まだいけそうなのでマックスにしてみます。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、あ、電力量計の定格オーバーしちゃってエラーになっちゃいましたね。では電力量計を2つに分けて測ってみますと、はい、合計で約 1800W。 うん、ここら辺がちょうど定格って感じですかね。というわけで消費電力がめちゃくちゃ大きい暖房機器2台接続して今同時に動かしてるんですけども、問題なく動かせてる感じですね。ちなみにこの最高負荷がかかってる状態の電気の波形はと言いますと、はいはい、めちゃくちゃ綺麗な波形ですね。というわけで高負荷をかけても波形には全然影響ない感じですね。じゃあ次はですね、発電機で一番気になる騒音を測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、デジタル騒音計ですね。ちなみに何もしてない時の音、アン騒音はと言いますと、はい、だいたい 48dB くらいですかね。ちょっと風が吹いたり車が通ったりすると少し増えますかね。ではエンジンを始動させて 3.5 メートル離れたところから測定します。で、何デシベルになっているのかと言いますと、はい、約 75dB。 あれ、メーカーのホームページでは 58dB って書いてるけど全然違うじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、公式の測定方法は距離7メートルのところで測定してるっていうことと、ここは周りが壁に囲まれた状態なのでめちゃくちゃ音が反響してうるさいっていうことで、まあ、全然測定環境が違います。というわけでこの環境で使うとこれくらいの測定値が出ますよっていう参考値みたいなものですね。ちなみにエコスイッチをオフにしてマックスパワーで運転させた場合の騒音はと言いますと、約 78dB。 無負荷のエコモードと比較すると約 3dB くらい増えるっていうことが分かりましたかね。じゃあ 7m くらい離れたらどうなるのよってことで、ちょっと1階に降りてきました。で、発電機自体はこのルーフバルコニーのところにあって、直線距離でおよそ 7m くらい離れてます。で、この状態だと何 dB 聞こえるのかと言いますと、ちょっと変動してますけど、だいたい 55dB くらい。ただ近所の工場の騒音が結構うるさいですね今で。直線距離とはいえベランダの手すりがあったりでちょっと聞こえ方が違うと思うんですけど、まあ、遮蔽物ありでこれくらい離れると、まあ、音ほとんど聞こえなくなるっていうことが分かりましたね。で、こいつ他の機種と並列接続して出力をその分増大させるっていう機能がついてます。で、接続するのはこれ、同じ E 納車製のカセットガス発電機 GS1800i-B っていうやつですね。ちなみにこいつの定格出力は 1300W です。で、使うのはこれ、オプションの並列接続ケーブルです。
で、これただ並列に接続するだけじゃなくて、途中にこの30アンペアコンセントがついてます。というわけでめちゃくちゃ電気を食う工作機械とかつなぐときはここにつなぐといいかもしれないですね。で、接続方法は簡単で、プラスとマイナスとアースのケーブルを接続するだけです。で、アースの方はネジ止めになってますね。はい、これで両方の接続が完了しましたね。そしてエンジンかける前に一点確認しておかないといけないのが、この周波数切り替えスイッチですね。これが両方とも同じとなるようにスイッチを切り替えておきます。では実際にエンジンをかけてみますかね。まずは1年以上放置していた右側の1800からなんですけども、さすがに放置していた期間が長いので一発じゃかからないですけども、はいはい、4回目くらいでエンジンかかりましたね。というわけで結構長く放置してましたけども、意外にエンジンかかるもんですね。で、左側の今日何回も使ってるやつは一発でかかりましたね。というわけでこの状態でもう2台がですね、同期して並列運転をしていて、それぞれの定格出力の 0.9 倍したものを足し合わせたぐらいの出力が出せるようになってるらしいです。ちなみにこの容量違いの3台があるんですけども、どの組み合わせでも並列運転できるそうです。で、こいつガスもガソリンも両方使えるんですけども、どうやって燃料切り替えるのか、その方法ですね、やってみたいと思います。で、今までガスを使っていたので、本体にもチューブの中にも今ガスが充満した状態ですね。で、このチューブ類全部逆止弁がついてますので、もう何も考えずですね、パカパカ外していけば OK ですね。はい、これでガス関連の部品が取り外されました。で、実は燃料切り替えるのに特別必要な手順っていうのはほぼなくて、この後は普通にガソリンで使う時と同じ手順で準備をしていきます。まずは取り外した蓋の部分から、はい、ガソリンを注入します。注入し終わったら普通に蓋を閉めて、このガソリン用のコックをオンにして、あとはカセットガスと同じようにリコイルスターターを引っ張れば、これでエンジンがかかります。いや、てっきり燃料抜いたりちょっと掃除しないと燃料切り替えられないのかなと思ってたんですけども、特に特別な手順は必要なくて、普通に切り替えてそのまま使えるみたいです。じゃあ次は逆パターン、ガソリンからカセットガスへの切り替え方法を説明してみたいと思います。はい、まずはガソリンのコックをオフの方に切り替えます。ちなみにこれ中にガソリンが残っている状態でもカセットガスに切り替えることをできます。そしてカセットガスを接続するためのホースを接続して、で、カセットボンベ本体を接続します。はい、これでもう準備は完了ですね。というわけで、あとはリコイルスターター引っ張ればエンジンがかかります。ガソリンからガスに切り替えるときはさすがにガソリン抜いたり掃除したりする必要があるのかなと思いましたけども、全然そんなことはなくて普通に燃料切り替えるだけで使えるみたいですね。ちなみにカセットガスを接続してかつガソリンも入れてコックをオンにするとどうなるのかと言いますと、これカセットガスの方が優先的に使われます。で、実はそのまま使っていてカセットガスが空になった場合どうなるかと言いますと、実はガソリンに自動的に切り替わるみたいなんですね。ただ切り替わるタイミングの時はちょっと運転が不安定になることもあるみたいです。しかし簡単に燃料を切り替えて使えるっていうのはかなり心強いですね。では次は実用量の測定、ボンベ2本で使える電力量っていうのを測定してみたいと思います。で、測定に使うのは先ほどから使っている電力量計ですね。で、電気を使用する機器はと言いますと、はい、ポータブル電源 P2001 ですね。
でこいつ 2000W 時っていう大容量を約 1.5 時間で充電できるっていう超高速充電モデルなんですけど、その分大電力食います。では発電機のエンジンをかけますと、だん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 電力が上がってってますね。はい、ちょっと時間が経つと 1200W くらいに安定しましたね。うん、結構な電力使って充電してますけど、発電機も全然問題なさそうですね。ちなみに本体の方は 1100W くらいで充電してるよっていう表示になってますね。で、これだけですとまだ発電機の能力をフルに発揮できていなくてもったいないので、この小型カーボンヒーター、これも追加します。ではこいつを 400W にセットしますと、電力は合計で約 1600W 消費しているって感じですかね。というわけで、今定格電力の最大イコール効率のいいところで使っているはずですので、このまま時間を置いて見ていきましょう。はい、約1時間が経過したんですけども、出力はもう止まっているんですけども、エンジンはかかっていますが、もうだいぶダメそうな音がしているのでエンジン止めちゃいます。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、合計で 1.6 キロワット時イコール 1600 ワット時使えたってことになってます。ちなみに燃費を計算しますと、ボンベ1本あたり 533W時、 カセットボンベが1本150円とすると、 1kW時あたり充電するのに約281円かかるって感じですかね。ちなみにガソリンの場合ですと、満タン 3.4 リットルで160分稼働するということですので、ガソリンを1リットル150円と仮定すると、 1kW時あたり約83円、というわけでガスだと281円で、ガソリンだと83円ですので、頻繁に使うのであればやっぱりガソリンの方が燃費はいいですね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、やっぱりガソリンでもカセットガスでも両方使えるっていうのは非常に心強いですね。それからあとは簡単っていうところですね。使い始めるのもオイルを入れて燃料をつなげばすぐに始動できますし、ガソリンとガスを切り替える時も特別な手順とか作業いらないですね。それから同じシリーズの違う大きさのカセットガス発電機でも並列接続して出力アップできるということですので、もともと小さいのを持っていて買い足したいっていう時にもいいかもしれないです。あ、長期保管する場合はちょっとやらないといけない手順がありますので、そこら辺はこれの別機種でやり方紹介していますので、気になる方はそちらの方をご覧になってみてください。というわけで、頻繁に使うので通常は燃費のいいガソリンで動かすけども、切れた場合はガスでも動かしたいっていう人、非常時にお手軽なカセットガスで使いたいけども緊急時はガソリンでも使えるようにしたいっていう人にはぴったりかもしれないです。で、追加情報やお得なセール情報ありましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと、インスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。